皆さんこんにちは。今日は9月30日、運の塾通信をお送りします。この記事は9月12日のエコノミストで、これからしばらく、多分しばらくだと思いますけども、自宅勤務、まあ、コロナによって自宅勤務にせざるを得なくなったんですが、それが社会生活、企業における位置づけをどう変えていくのかという話をします。早速中身に入っていきましょう。オフィスでの仕事は終わったのか、仕事場の将来の戦いということですね。Fight over the future of the workplace ということですね。早速中にいくつかねキーワードがありますので、それも説明しますね。まあ、サンクコストはいいですね。埋没原価、事業や行為に投下した資金、労力のうち、事業や行為の撤退、縮小、中小して、もう戻ってこない。賃金や資金や労力のこと、埋没費用ですね。それからですね、ソーシャルキャピタルっていう用語がありまして、これ社会関係費用で訳していますけど、人々の協調行動が活発化することにより社会の効率性を高めることができるという考えのもとで、社会の信頼関係、規範、ネットワークといった社会組織の重要性を説く概念ですね。まあ、信頼関係、社会関係性ですね。それから、あともう一つ、ギグエコノミーというのがありますけど、これは音楽業界で活躍するアーティストなどが行う、その場限りの単発ライブを指す言葉として使用使われてきた。そこから転じてインターネットを通じて単発の仕事を受注する働き方のことを、ギグエコノミーと称するようになったと。では中身に入りますね。多くの人々は事務所がそこがいつもの場所であり慣習の順応であることを連想すると。ちょっと慣れてないけどそこにいつでもいるという意味ですね。ところが事務所は経済的に不安定であり熱い議論の対象になってきていると。世界中で労働者、経営者、地主、政府は事務所がいらなくなるのかどうか答えを出そうとしている。そして会議で異なった結論が出てきている。フランス人のホワイトカラーの 84% は事務所に戻ってきているが、イギリスでは 40% 以下だ。ツイッターの社長のジャック・ドーシーは永遠に在宅勤務だと言い、ネットフリックスのリード・ヘスティングスは在宅勤務には反対だ。企業が躊躇しているので、30兆ドルの世界の商業施設の市場は深いスランプの恐怖に陥っている。まあ、いらなくなるとですね。通勤がなくなると楽観的に思っている人もいれば、出前のレストランですかね、のマネージャーのように雇用がどうなるのか不安に思っている人もいる。3分の1を解雇してますね、この店は。こうした意見の相違は、ワクチンが開発されるまで、ソーシャルディスタンスがどれほど有効か、どれほど期間が必要なのか、わからないからだ。まあ、来年の初めと言われてますね、ワクチンは。しかし、そのことが本質ではない。コロナによって20世紀の遺物として、多くの事務所は運営されてきたということが明らかになった。事務所は技術を大量に採用し、ホワイトカラーの仕事を改革することができた。結果として平常通りのビジネスの中で行われたのでもなく、また事務所の致命的な打撃を被ったのでもなく、コロナの災難によって伸び伸びになってきた技術的な社会的な実験を促した。変化に抵抗する代わりに政府は時代遅れの労働法を更新し、市の中心部を再構築する必要がある。200年前、蒸気機関は新しい機械を使うことができる工場に人を集めた。大企業が19世紀末に現れ、彼らを管理する必要があった。彼らは計画会議を開き、メモや請求書や彼らが行ったことを記録するための書類を回覧した。こうしたことは労働者を互いに近くにいることが必要だ。中央の事務所で会うために車や電車で通勤する人々のパターンを作り出した。このシステムには明白な欠点があった。そのいくつかはだんだん悪くなってきた。
多くの人たちは通勤が厄介で金がかかることを嫌がった。平均的なアメリカ人の労働者は通勤に4時間もかかって、2時間もかけてるんですか、片道。労働者の中には事務所の騒音と堅苦しさを嫌った。またある人は差別に苦しんだ。事務所に縛られた労働者は子供の養育が大変だった。共働きが増えてさらに問題となった。新たな技術はこの不満足な現状を薄ぶってきている。PDF の電子の書類が1991年に生まれ、ネットの通信費用が2000年代に激減し、Zoom や Slack はリモートワーキングの技術だが、世に出て10年になる。しかし、惰性がこの事務所の現状を許してきた。コロナの前は WeWork を含めてフレキシブルオフィスを販売している企業は世界の市場の 5% 以下であった。多くのこうしたビジネスは、顧客が求める前はリモートワーキングの技術の販売に切り替えることや、不動産に資産やリース物件の形で埋没原価として見かけることには乗り気ではなかった。ということは WeWork ってのはちょっとタイミングが早かったみたいですね。これからいいかもしれませんね。コロナが全てのこうしたことをひっくり返した。コロナの前はアメリカ人の 3% しか自宅で仕事をする人はいなかったが、今や多くの人がそうしている。ゼロックスも多くの社員が自宅で仕事をしている。多くの人々がリモートワーキングの技術を採用しているので、強力なネットワークの効果があり、そのサービスは新たな顧客に有用だ。マイクロソフトチームズ、ズーム、グーグルミート、シスコウェブエックスを合わせると3億人以上のユーザーがいる。リモートワークの官僚的な障害は消し飛んでしまった。民事裁判所はリモートで仕事をしている。交渉人はオンラインで行っていて、銀行の中には本人確認や口座開設のために支店に来なくてもいいようにしている。ワクチンができた時にこうした変化がどうなるのだろうか。うまくウイルスを管理している国が良い例だ。行くことが任意である事務所とでも言おうか。行くにしても頻繁には行かない。例えば、ドイツでは労働者 74% は事務所に行くが、週5日行くのは半分だ。こうした状況は産業や都市にもよる。によって異なる。通勤がしやすいところでは労働者は事務所に行く。大都市はではそうはいかない。企業は不定期に会社に来るパターンを採用しなければならないだろう。時間が経過する中で、社会関係資本、が進捗したり、要するにコミュニケーションとか信頼関係ですね。創造性が衰え、階層構造が薄れ、チームスピリッツがなくなるというリスクもある。そのために、スタッフの相互交流を心がけ、定期的に集まり、交友関係を維持し、情報交換する場を設ける必要がある。自発性を刺激するオンラインの相互交流を行えるような新たな技術を使えば、Zoom の堅苦しさを克服できるかもしれない。彼らが文化を変えれば、企業はその不動産も変える必要がある。不動産いらなくなるということですね。冷静な投資家は大都市の事務所のスペースを 10% 削減することを期待するだろう。リース契約には少なくともあと5年はかかるので、このことにはまだ時間がかかるだろうと。会社の借り入れっていうかリースっていうのは結構みんな契約長いんですね。ですから事務所がいらなくなってもすぐ解約ができない、そういう意味です。政府にとってこうした現象による彼らの経済的な損失を食い止めるための政策が必要だ。都市の中心部のレストランの倒産やニューヨークの地下鉄の160億ドルの欠損がある。イギリス政府は労働者を事務所に引き止めようとしている。しかし、技術の変化による抵抗するよりかは、その成り行きに従った方が良い。二つの打つ手があるということで、その一つは労働法の改正だ。ギグエコノミー、これは単発的な仕事を発注するということですね。ギグエコノミーは、今の労働法が古くなっていることを明らかにしている。労働者の権利や責任について、厄介な問題が発生している。リモートワーカーの生産性をどう監視するのか、家で怪我をした場合に誰が責任を取るのか、ホワイトカラーが本業以外の収入を得た場合にはどう扱うのか、そういった問題が起こる。から2番目は都市の中心部だ。1世紀の間、都市は高層ビルが連立してきた。今や複合的な都市計画を再構築する必要があり、アパートやリクリエーションのために新たな利用方法のための再開発が必要だと。もう事務所いらなくなるからということですね。もう事務所に戻ってもあなたは快適とは思わないだろうということで、この著者はですね、そういうことに事務所はもういられなくなるということを言っていますけれども、今後どうなるかちょっと分かりませんけれども、この記事でも会社によっては会社に来いとか、会社によっては来なくていいとかっていう
ものもありますし、また事務所に来なければできないようなこともあると。ということは、すべての資料が電子化されているわけではない。ただ、すべての資料とかいろんな業務を電子化されてしまえば、事務所に来なくてもいいということですね。ただ、やっぱりコミュニケーションというか信頼関係のために、どういうふうにその交流関係を社員同士とかお客さん関係同士が保つのかっていうのは、やっぱり依然として残ってくるんで、バーチャルオフィスというか、リアルとバーチャルとがやっぱりどういうふうにこう相互に関わり合いながら社会を今後構成していくということになるでしょうね。ですから、バーチャル、今まではそのバーチャルがリアルがでかかったの、その中にバーチャルが一部分入ってたのを、その丸の範囲がこうバーチャルが大きくなってリアルが小さくなるというふうな社会がこれから出現してくるということでしょうね。そういう社会が出てくるということだと思います。ということで、今日はこんなところで、今後これからこういうふうな、ちょっともう少しこういうふうな話題を取り扱っていこうと思っています。